ダマクロス、スマホデカルチャー。どうも皆さんこんにちは、丸川です。今回は歌マクロスやっていきますよ。さて本日から歌マクロス3周年前夜祭として3周年イベントの前半戦がスタートしました。そして3周年前夜祭のオープニングを飾るのはワルキューレの新曲未来は女のためにあるに収録されているルンに花咲く恋もあるが早くも実装されました。ミラオンもいい曲ですが、ルン花もきっとライブで盛り上がること間違いなしのいい曲です。さらにワルキューレの鈴木みのりさんデザインのフレイヤ新衣装も同時実装です。どんな演出なんでしょうね、楽しみです。それでは、フレイヤの新衣装をご覧ください。いいですね、鈴木みのりさんが少しダサいっていうコンセプトでデザインしたみたいですが、髪型なども変わっていてとても新鮮です。今回はこの衣装をゲットするために歌唱席を特セット買って準備万端です。見てください、4435個、なくならないと嬉しいなぁ。あ、そういえば本日から無料10連も来てるので、まだやってない人は今日から始めましょう。はじめは無料分から回していきたいと思います。何か出てくれないかなぁ。バリューン。まあ、無料だし。ミサさんなんて格好してるんだ。無料で10連回せるの嬉しいですよね。結構星5とかも出てくれるんで、毎日楽しみです。さてお次は、超デカルガチャも初回分取っておいたんで、こっちも回しましょう。今度こそ出てくれよう。じゃあ20連目いきましょう。なかなかゴチ飛びませんね。おお、虹色。まず1枚なんか出ましたね。星6かな。プレイヤー。重なるとミラージュさんも映るんですが、持ってる。星6かな。ランカちゃん。2連続、今度こそ星6。ランカちゃん。ランカちゃんが2連続で来てくれました。嬉しいような、なんとも言えませんね。さあお次はいよいよフレイヤの新衣装を狙っていきますよ。今日は弾ける気がする。30連目いっちゃいましょう。お願いしまーす。悲しいなー。
とりあえずエピソードは解放しました。まだまだ行きますよ。今回も止まらねえからよ。だからみんなも止まるんじゃねえぞ。次のイベントにも残しておきたいので、早く出てくれると嬉しいな。今日は2期メンテナンス中かな。今回は出てくれよう、頼むよー。さあ、トータル50連目です。ゴリゴリどんどん石が溶けていく。私の福沢さんが空の青に溶けてしまう。そろそろ出てほしい。60連目悲しいなぁ。これってまさか。やっと出てくれました。ありがとうございます。いやー、なんとか出てくれました。先月の嫌な流れを断ち切るいいガチャでした。プレイ動画で新演出をお披露目するので、楽しみにしていてください。さて、フレイヤも引けたところで、ガチャチケットも余っているんで引いちゃいましょう。20連回していきたいと思います。悲しいなぁ。まあ、次こそ。トータル80連、最後にふさわしい引きをして終わりましょう。なんかロードがすごく長い。混んでるのかな？やっと来ました。それでは最後行っちゃいましょう。お待たせいたしました。フレイヤの新衣装解放していきましょう。プレートで足りなかった分は、アイテム使って解放します。長いなぁ。いいですね。スクミズ足的な独特の世界観です。それでは、今回のイベント楽曲、運に花咲く恋もある、やっていきましょう。練習ではエクストリームフルコンできたんですけど、なかなか撮影しているとできなかったんで、ベリーハードで許してね。それでは、ミュージックスタート。まあ、今回も打たないんですけどね。さあ、行きましょう。レースの感じがいいですね。胸元はリンゴマークで切り取ってありました。
なんだか調子がいいみたい。この曲をライブで早く聴きたいなぁ。ルンピカとはまた違ったフレイヤらしい元気な歌ですよね。おお、羽が生えました。三雲さんの時とはまた違ったフレイヤの表情がいいですね。歌がないんで、いつもの雑談タイムいっちゃいますか。いっちゃいましょう。皆さんライブツアーのグッズは届きましたか？私はまだ届いてないんですが、合計3回分注文しました。第3次の際に新商品の追加予定でしたが、なくなってしまったため、第2次を2回注文しました。他の動画でもお話ししましたが、届いたら紹介するんで楽しみにしていてください。あと、この間秋葉原に行った時に前から欲しかったマクロスグッズをゲットしたんで、それも一緒に紹介できたらと思います。ライブの日程とかはまだ決まっていませんが、今年の冬ぐらいにはライブツアーやってくれるんじゃないかなって信じてます。なので、グッズを見ながら楽しみに待ってましょう。新作映画もありますしね。それと、歌マクロスでも今後新イベントなどをやるみたいなので、今は楽しい明日を信じて、歌マクロスと一緒に楽しいマクロスライフを満喫しましょう。やったやった！デジカルチャー！フルコン達成できました。本当はエクストリームでフルコンしたかったですが、まだまだ練習不足ですね。今度はフルコンできるようにもっと練習しときます。私の歌でみんなゴリゴリデッカルチャーよね。さていかがだったでしょうか。今回の歌マクロス実況、今回はなんとか特別演出を皆さんにお届けすることができました。今月から3周年に向かって盛り上がる歌マクロス、不定期ではありますが、また歌マクロスの実況をしていきたいと思います。なのでまた見に来てくれると嬉しいです。チャンネル登録もしてくれるともっと嬉しいです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。